のタグミとグッド矢上とリーガルです。今日の企画はアイドル選手権あーほんとーなんて言ったアイナーやなんて言ったアイノーユー選手権や英語か英語やアイノーユーあーそうやいやいやいやあー maybe I know you maybe. なんか中一みたいやわかります。意味はまあなんとなくそのお互いのことを私はあなたを知っているお前理解力理解力エグすぎるタイトル聞いただけでなんてわかるのすごいなわかるやろ大体あの最初に打ち合わせしとんねんまあまあ、 あの詳しいルールはね、うん、あのかんスタッフの方がおはい天の声として言わんでよそこまであの参加してくれてそこまで言わんで言うてくれてたんで、はい、全然説明してもらいましょうかそうはい、はい、じゃあ今日はちょっとスタッフがいるので企画の説明をさせていただきます。はい、どれだけお互い他のメンバーのことを理解できているのかっていうのを今回探っていこうかなというところで、企画としましてはまず一人ずつメンバーをピックアップして僕から質問をしていきます、はい、で他の3人のメンバーはその質問に対してそのメンバーがどう答えるかを予想してもらいます。で見事その予想を正解することができたら1ポイント獲得できます。そして質問はメンバーそれぞれに対して、10問ずつ出していきますので計40問あるんですけれども、その中で一番正解数が多かったメンバーに実は今日豪華商品もございますので100万ドルじゃん。オーマイガードルオーマイゴッシュちゃんとしたやつ使わねえ。オーマイゴッシュぜひ頑張っていただきたいなと思っております。よっしゃあ頑張ったら30ポイント取れるってことですよね。1人そうですマックス30。ちゃう頑張らんでも取れるはずやろ。まあでもそうかもな。えそうやろ。もうちっちゃい頃から一緒にやってきてるからな俺だけで。ここはな、まあ、ちっちゃかない割と大きかったよ。13歳ちっちゃいよ。でっかいよ。あの性の喜びには目覚めてなかったけどな。じゃあなあの時はまだ性の喜びには目覚めてなかったな。そんぐらいの年ですよ。性の快楽と書いて喜び。まあ行きましょうか。ようわかんないんで行きましょうか。はい、ではレッツドン。はい、ということで、はい、ではまず最初の、はい、回答者は矢上くんです。はい、なので他の3人の皆さんは矢上くんがどう答えるかを予想して答えを書いていってください。なるほどね。こいつ変化球多いからな。変化球多いからな。確かに多い。これマジックやねんけど、うん、大昔にこいつが答え出してね。今グッチが言おうとしたらどういうこと。何それちょっと裏飯。どういうこと。裏飯変化球仕込んでんなしょうもないの仕込んでたな。行こう。第1問いきます。はい、矢上が欠かさずに見るテレビ番組は何。違う。では回答をお願いします。余裕で答え分かりますよ。ちょこれほんまボケじゃなくて当てに行くわ。これ僕も当てに行きますよ。もちろん。なるほどね、うん、テレビ番組ね。これ見えてるわ。こっちもうあの言われた瞬間パッて一番。すごい。はい、ではまず3人が何と書いたか見せてください。せーのドン。あーでもまあ近いよな。どれかではありそうやな。浜野くんがダウンタウンな。ダウンタウンな。たくみくんが愛席所属。これ一番有力かもな。ぐっちくんが水曜日のダウンタウン。なるほど。全やっぱお笑い系になる、うん、そうやな。まあある意味だからもう分かってるからもういいよ。そうやな。どれかではある確実に。やっぱいい線はいってんねみんな。俺これだけやねん絶対見るの。うわ惜しい。年末のガキの作りや。年末のこれだけやねん。でもダウンタウン、そうダウンタウンはあって、だからたくみくんは終わってんねん。だから 0.5 ぐらいは終わらなんでやろ。ないダウンタウンっていう点ではまあ確かに水曜日のダウンタウンはまだ見、うん、でもかかさんことはそうだからそこやねん。かかさんかって言われたらな。これだけはかかさんもんな。確かに相席食堂はテレビでは見へん。ネットフリックスで。せやなテレビ番組やねんけどな。全然分かってないよ。テレビ番組かー。テレビ番組ですよね。テレビ番組ですね。いやまあまあ年に1回そのスパンは指定されてないですよな。主演者が言われてしまう。難かったな。でも
0.5 ぐらいの価値はあるよね。いやいやいや、そんなんさ当たらんかってからしよう、そんなん一発目から 0.5 とかしてすんなや近いって、ルールは決まってんねんねん今さ、ふつふつみたいな気持ちが乗ってきてる。まあ1問目ですからまだ1問目なんだよ。1問目にじゃ上司うるさいなじゃあ第2問、ヤガミは100万円あったら何をする？100万円あったら、100万円やポンって使う必要もないの別に。今ってことですよね。今もういずれ結婚したらとかじゃなくて、今この場で例えば100万円渡されたらどうするか、どうするかってことですよね。うん、絶対まずこれ、うん、これやろな。では3人の回答を見せてください。せーの、はい。音楽の機材か、飲みに行く、飲みに行く、服を買う。僕近いんじゃないですかこれ。ちゃいます。いや、まあ、ここか。思ったのは一番最初にすることで100万もらって、うん、ドミニクはいや、だからもらってもその日のうちに、え、じゃあ行くわ今日。え、でもそれって100万じゃなくてもできるせやな。別に1万ある。服もさ、え、だから服もその今もだって買ってるし、ただその量やな。いや、ドミニクはなんか知れてるやん。飲みに行くは、いや、違う、だからもう高い店にってことやん。高い店とかジョジョインとかって、そう、大人数で行くぞ。あー、そうやっけね。これは一番ないわだって今もらったよね。今買うってなるどうだってコロナ関係ないんだよ今飲みに行けへんって、コロナ関係ない。だって飲まれへんもんこの人飲まんもん。これはないわ今日情緒おかしい。おさっけまあそのあたりもね。答えですか。では矢上君、答えをどうぞ。タクミコおめでとう。おらー、これは正解にしましょう。音楽の機材はその詳しくないから今すぐ買おうとはならんな。そうそう、ちゃんとリサーチ。まず今持ってるもので今は困ってないから、うん、ということで見事タクミ君がいつも正解ということで、ではクソか、第3問いきます。はい。ヤガミが最近一番頑張ったことは何？これはもう、ほら全員が当たるこれな。だからここで絶対にこいつは絶対ドロップ投げてくんねん絶対に違うことない。ストレート投げないもう落ちる球、変化球や思わせてストレート来る場合ある。うん、変化球やった場合はもう絶対当たらへん。でも変化球やと思ってて待ってた、あの来たストレートってめっちゃ速く見えるからな気をつけないと。だってそれやったらこれやってたら10ポイントあげてください。じゃあもう間違えてるやん。では3人の回答を見せてください。せーの、ダイエット、ダイエット、ライブ、ライブ、甘いなみんな。これだ、直近のってことやろ。そうそう、ほんまに直近の日のライブやからな。そうそう、まあ確かにすごい、僕23キロ痩せましたからね。うん、23キロですよ。ちょっとあの写真に貼っといてください。さっきのここにな、ここに誰もが笑顔になる2年前のあしのやつね。おう、はい、では八神くんの答えはこちらです。すいません、ドラゴンクエストです頑張るって東京来る前日7時間してきました。えくー、それは聞いたことない。これは意外に、これはでも別にそんな変化球でもなかったな。発想は良かったよ、結構直近な話っていうな。次、第4問です。はい。ヤガミのスマホで、はいはい、えと打った時の予測変換の一番上に出てくるものは何？え、これ僕にもクイズ出されてます。え、当てに行きたいな。でもいや、当てに行くよ。当てるな。昨日 LINE してるんですよ、寝る前ぐらいに。その時絶対言ってた気がするやつがこれ来てるわ。なるほど。俺もこれリアルなやつ。3人の答えを見せてください。せーの、うわっ、おいおぐっちくん、ダーマンくんが A で、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  A でっていうのは関西弁でいいよっていうこと。いいよってこと。 A で、 A キーでね。これもでも言ってるかもな。ありえるな。昨日友達と遊んでるか待ち合わせで多分駅でみたいな。でつけてよかった。いい読みやな。僕基本的に返事運の時 A って送るんですよ。
ヤガミが今までもらったプレゼントで一番高いものは何？でも多分もちろん出会ってからもらってるものが一番高いに決まってるね。そらそうやそらもう、はい、はい、では3人の答えから見せてください。せーの、腕時計、スニーカー、スニーカー、2人スニーカー、アプローチしかも出る。せーの、ドン。やっ、すごい。いや、まだまだ序盤だから。そうだよね、序盤。まだまだ。まだまだ。まだまだいけるよ。ここから全問正解したらいい話だな。そうです。では、続いて、6問目ですね。はい。ヤガミが思う自分のチャームポイントはどこ？そんなもう勝ちじゃないですか。もういける。これはいける。でも自分で言うっていう、ここでボケてくる。では3人の回答はこちらです。せーの、笑顔。なるほど。でもまあ遠くはない。でもちょっと違うな、これが正解だとしたらこれは正解じゃない、じゃないな。はい、では矢上くんの答えはこちらです。1個やったな。おい、これはもうさ、まだ7問だから、たどり君が3問正解で愚痴2問です。0、やばいぞ。オッケーオッケー、ヤガミ案外まともに答えてくれ。まともやな。第7問です。はい、来たよ。ヤガミがもし他のメンバーになれるとしたら誰になりたい？何それ。これでも確かにラッキー問題やな。そう、正解は絶対ありますからね、この中に。確率で当たっちゃう。ここで外したら俺結構厳しい。では3人の答え見せてください。せーの、おぉ。ハンズ。いや、自分で俺は思ったのは、いや、シンプルにあモテるやん。うん、そこやんな。顔、そこやんな。顔とか見た目がええから、うん、そら変われるなら、そのまあ、オーバートンでよう MC でもいじるけど、まあ、男前で売ってます、うん、あるかな。なんかそんな感じで思ってんねや。いや、俺思ってうわぁ、これも思ったよ、うん、思った。全然変わらんでいい。でも、それにもやからな。そう、せやねん、せやねん。それ、これ、いや、これ書いた後、俺思ってん、マジで。俺は俺でいい。てか、前言ってたし。逆にこれ当たったらでかかったな。これ当たったらもう、2、3ポイントぐらい行っててもよかった。俺って書くか迷ってたのに。なぁ、やべ、もう3人たくみくんで外すのちょっと外すよ。しかも自分で自分がね、それはだからさ、おめえに帰りたくないわって言われてる。でもさ、俺さ、今な、たまたまやけど、たくみって書くか、俺って書くか、もう、危な、俺って、その俺の俺やけど、俺の俺、たくみの意味の俺って書くこともで、それラッキー正解やったらな。そうやな、そっちに合わせれば。やばいぞ。8問目ですね。はい、ヤガミが今まで女性に言われた一番ショックな言葉は何？ショック、わからんな、これはもう。だって言われてるとこは聞いてないもんな。な、女性に何か言われてるときに、ただな、こういうのってな、あのな、昔やったりするやん、うん、昔のその言われたんがずっと残ってるみたいな。女性に言われショック、どういう関係の人かっていうのもありますからね。恋人とかそれだけじゃなくて、そうそう、もしかしたら女性のお母さんに言われたのが一番ショックっていうパターンも、なんかもう単純に悪口言われた。そうやな、もあるしな。これ僕はあのちょっと割と最近のエピソードでいきました。あったであろう。俺もあったであろう。あったであろう。3人の答えを先に見せてください。はい、せーの、おもんない。あ、顔でかいな。撮ってるもん。これはあの、この1個前に何かがあらなあかんねんけど、例えばだからこう告白をした時に、え、なんで無理な、振られて、なんで無理なで、だって太ってるもん、はい、って言われて。分からんね、知らんね、知らんけど言われたら。でもシンプルにそのやっぱ関西人として、まあ、おもんない、なんか一緒にいておもんないとか、うわ、面白くないなとか、それ、まあ、言われたら嫌やけど、言われてるかどうかが分からへんから、これは、うん、あの例えばそのなんていう、別に心許してる人やったら、うん、いじられてもいいけど、
あんま仲良くないやつな、人にこのなんか 雑にそのいけるでかいねみたいないじりをされた時にこうショックというかイラッとするっていう、そういうことね。そうでも結局どっちも結構太ってる時に言われてたやつだもんな。ってことは違うのか。あっ矢上くんの答えはこちらです。だからこれあでも、まあ喋っててどんな人が好きなみたいなこう女性と会話するじゃないですか。でなんかあじゃあ嫌いなタイプはどんな、まあ、嫌いなタイプないけど太ってる人は嫌かなみたいな。俺やちゃんと傷ついてるやつやん。その人のことが好きやったとかそんなんじゃない、うん、だからどんな人は嫌なみたいな。まあ太ってる人は嫌。これのグッチ君のはこれね、まあ、ちょっとニュアンスは違うけど、まあ、意味は一緒かな、うん、これは正解。ありがとうございます。3いただきます。ちょい正解かな。だからこのちょっと間違えばこう言われてた。いや天狗やな。だってその子に告白してたら天狗一緒か。もうワルナリーやったら言われてるもんだって。天狗だって別に全然好きじゃなかった。それはもうその子が最初に聞かなあかんやん。どういう人が好きなんだ、まあ、その中でなんか告ってもないのに振られたみたいな。天狗やな。いやてかもう全部間違えてもんだって。全然違うもん。確かに。でもその運営側が正解って言ってるからゼロにしましょうか。運営側が正解って言ってる。不正解です。非常に弱っ。第9問ですね。はい、9か。確かにだ。もうあと2問ですね、矢上くんは。やばい、もうゼロやで今。では、矢上が思う天野の好きなところは何？あのね、もう15年ぐらい一緒にいるんですよ。はいはい。だからもう好きなところとかわからないですね。そういう概念で見てないもんな。そう今改めて思うと、そう、どこが一番。やっぱでもこれは多分長く付き合って、心を許して初めて天野が見せ始めるところかもしれないです。あ、なるほど。そっちか。じゃあ違う、まず3人の答えはこちらです。はい、表紙です。あ、だから楽観的にここ一緒、大体一緒ですね。楽観的ちょっと違う。全くちゃう。これはこういうことが言いたかった。ライブとか、はいはい、でやっぱその楽観的というか、なんていうんですか、そのめちゃくちゃやってもまあなんとかなるやろみたいな。許される、うん、ぶっ飛んでるところ、そういう意味で。なるほど。逆パターンやと思うで、多分、ね、答え。そっか。あの弱い部分の方やと思うな。これ僕はね、これね、天野が自分で結構言ってることなんですよ、うん、僕楽観的なんで、まあ結局なんとかなるやろうみたいな、うん、そのポジティブなところが、うん、僕は結構いいなと思うんですよ。そこがやったら強心臓ね。なんかこのぶっ飛んでるところも言ったらさ、心臓ハートが強くなるとぶっ飛べへん。どう思われようが、ぶっ飛んでる人間性なわけじゃないやん、まあ、スイッチを入れる。ここで言うのはそのぶっ飛びスイッチも入れれる。そうだからそのぶっ飛ぶ自分になれるっていう、そのなるほど、突っ込んでいける。なるほどね。あう答えどうぞ。天野ってね、結構物静かというか普段寡黙なイメージあるじゃないですか。あのどんな同時期みたいな。でも結構ね、意外にこう自分の好きなこととかうまそうなご飯見ただけでうわーってなるんですよ。なってる。ぶっ飛んでるってことですか。いや違う、だからこうなんか娘付き合うとすんな。違う、ぶっ飛んでない。だからなんか結構いつでもこう冷静な感じやのに、なんかうまそうなご飯とか出てきたらうまそうみたいな、かわいいなってなるんですよ。確かに無邪気やな。かわいい動画だから。飛んでますよ。そういうことか。そう、そういう時になんかあ、かわいいなってなりますね。なんか、おのおのそう思ってくれてたんやな。確かに、みんなが思ってる。ハズイポイントなんかいらないですね。プライス気持ち合わせるやん。じゃあ、矢上くんの最後の質問です。はい、そうか。矢上が天野に今一言物申すなら何。天野多いな。天野多いな。だからその叱る方ですよね。叱るというか逆に、ね、物申すってどういうこと。あ、そういうこと。要はここを直してくれよとか。ああ、なるほど。3人の答えを先に見せてください。せーの。おう、ファッションに興味持って。脱毛行きや。脱毛行きや。僕ゲームほどほどにしや。なるほど。じゃあ矢上くんの答え見せてください。
ズボン短っ。今日21度やぞ。だるい。最後に来たか。今日21度やのにこの短パンですよ。寒いでしょ。寒いな。いやこれ言われたことあるんですよ。グッチと俺はもっと服に興味持ちやって。ズボン短い。30度の短パン。タイムリーすぎるやろ。30度ある日の服じゃん。確かにそうやけど、結構外今大雨ですからね。グッチなんて言ったっけ。ゲームほどほどにしや。見た目っていう点では2人が戦ってるの。でグッチマイナス1ちゃいます。でも服っていう点にもうやめようっすよ。あがくのあがくのやめよう。はい、ということで、これで山上くんの10問が終了しまして、1問も分からへん。現在得点はたくみくんが3点、はい、ぐっちくんが2点、で、小野くんは0点です。惜しかったんやけどな。全然分かってへん。2択で外しまくってた俺は。